の俺がガチレビュー。アルマジロ？ええ、無臭。じゃあ塗ってみる。1万円以上お買い上げの方は、うん、これなく携帯用のフォトスポット。いいね。ゼロ丸さん。はい。何ですかこんな朝早く。いや、こっちのセリフですよ。何しに来たんですかここに。なんでお前もそっち側なんだよ。二人ともなんで来たか分かってないやつ。これどこに向かうんだよこの話。あの、今日6月1日なんですけど、はい、レプタイルズサークルっていう新しいイベントが開催されるんですよ。なんかまたできたみたいだね、新しくこれ。何個できんだよ、イベント。なんでそんななんか切れ気味なんですか。いくつあんだよ、爬虫類イベント。できすぎだろ。それイベントはね、楽しいは楽しいけどさ。そうですね。そりゃ全部のイベントが同じなわけじゃないじゃん。だからこの新しいね。はい。このレプタイルサークル。はい。1年間数多くのイベントで撮影をしてきたこの俺が、ガチレビューしていこうかなって。何か違いを出してきてるはずだから。はい。そこをちょっと本当に、違うだけでいいわけじゃないから。まあ、楽しいかどうかを。はい。ちょっと、ガチレビューしていきたいと思います。早速会場の方に移動してきました。着きましたね。4階の方、はい。4階の方に来ました。どうですか会場の感じ、こんな感じですけど。まあ見た感じ、まあね、別の、他のイベントとはまあ雰囲気は変わんない感じで。そうですね。うん。だけど、まあ、意外にだからその1回目にしては、なんかこう、お店さん多いっていう感じはするけどね。実際に職さんの方に行って、うん、いろいろお話を聞いてみようかなと。なるほど。どうですか。そう、聞いてみましょう。じゃあちょっとね。はい。ここでは、こちらに来ましたけど。はい。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、小熊さんとニコルさんですね。はい。ニコルどうもお願いします。お願いします。これは、はい、何ですか。はい。普段はあのアクアリウムバスをメインに出展させていただいております。アクバスね、はい、はいはいはい、オリジナルのシェルターを製作して、はい、これオリジナルなんだよね。どうやってくっつけてるんですか。これはあの専用のアクアリウム用の接着剤と、アクアリウムのレイアウト用の流木と石だけ使ってるんで、爬虫類も熱帯魚もいけます。あ、そうなんだ。これいいね。これなんかいろんなこの形も大きさもいろいろあって、レイアウトに合わせて使えるっていう感じで。いましたよ、これ最近僕も知ったアメルの子ですね。オレンジ色になる子。これめちゃくちゃオレンジですね。もうヘッドアメルなんですけど。はい。あ、ヘテロなんだ。じゃあ出てないのか。そう、出てないんですけど、めっちゃオレンジ。めっちゃオレンジですよね。ちょっと目を引きますよね。これめっちゃオレンジ。ヘテロってだからさ、それが表現に出てないってことだけど、出てなくてこの色。出てなくてこの色。出てるんじゃないの？ねえ。推しはいますか？なんか西アフの中で。ホワイトアウトオレオですね。ホワイトアウトオレオ。まあすごいヘテロも優秀で。なるほど、繁殖もちょっと楽しい感じで。開けます。いいですか。うわー、なんかベビーっぽい色だもん。うん、確かに、ね、ベビーの綺麗さをそのまま持ちこたえたことはない。これ持ちこたえた、うん、いいね。いや、すごい。あ、で、ベビーもいて、はい、ちょっと小さい子もいるんですね。ということで、西アフリカトカゲモドキ 50% オフでめちゃくちゃ安くなってる。イベントによってさ、ほら、まあ多分ブース代の料金とかも変わってくるから、出店者さんもほら割引のね、割合とかもそれによってやっぱ考えてるところもあるだろうから、そこも結構イベント差はあるだろうね。まあ RR ブリーディングさん来ていただきました、うん、見たね、はい、その次、うん、この奥後ろ、ここ見て見て、そこ小沢商店さんなんですけど、小沢商店です。ちょっと待って、これそう、これ何、これ何、ずっと走ってずっと走って、これ何、これはブラックアウトでもちょっと見たことないかもな。アルマジロ、ええっていう、いろいろな、こう、チャンキューっていうんですか。はい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 、取り扱ってる職さんも、こうやっているんだね。マーモセットもいるし、その奥にはコウモリもいるよね。取り扱いの幅、取り扱いの幅えぐいね。はい、ということで、はい、お疲れかもしれないですけど。そうですけど、はい、もう一つお店、はい、ま、行きますか。メーカーさんのところ、おメーカーさん行っちゃう、はい、ほんと、どこに、うん、後ろに見えてる。お、もう見えてる。あ、ジクラさん、めちゃくちゃかっこいい看板で、うん、ここ全体もしかして。そうですね、そっか、そうですよね。ザ・メーカーって感じだね。こうやって展示もしてるんだね。すごいですよね。レイアウトのね、紹介みたいな感じでやってて、これすごっ。パイバーに多分コルクも貼ってさ、めっちゃ綺麗にレイアウトして、これとかすごい、ね、楽しいね。ね、ちっちゃくなって俺が入りたいわ。確かにね、え、楽しそう、すごー。あ、でね、ヤドカリバンドフード、こんなジクラさん、俺だから逆に言ったらそれこそジクラウォーターとジョジョフードぐらいだったから、
こんなにあるんだね。いろいろ。ブース足りないぐらいいっぱい置いてある。あるね。あ、ほら、小動物のゼリーとかさ、うん、スプレーとかを。で、ほら、こっち側がさ、グッズでしょ？ほら、もうよく見る。ジョジョフードですよ。いくらお世話になったか。ねえ。おしゃれなんだよね。そう、容器もね、スタイリッシュでさ、うん、置いてて、なんかこう、これほら、この辺とね、こう並んでて、なんか、遜色ないというか、ね、いい感じで。でね、俺これめちゃくちゃ気になったの、これ。新発売。リクガメコーラ保護クリームだって。で、今ね、話してたらメーカーさんからこれちょっと試していいですよ。いや、噛めちゃうねん、俺、噛めちゃうねんけど。噛めみたいなもんだろ、うん、噛めみたいなもんなの俺。なんかこんな感じ、こうなんかちょっとまあ固形っぽいクリーム、クリームだね。うん、無臭。じゃあ塗ってみるね。あ、潤う。あ、わかります、ね、違うね、ツヤツヤだわ。そう、なんかいくらその乾燥系のリクガメといえど、やっぱ乾燥しすぎて甲羅ってなんかあんま良くないらしくて、やっぱ発育とかに聞く話によるとなんだけど、だからこうやって保湿するっていうのは、まあ多分カメにとってはすごくいいことなんだろうね。もうレプタイルズサークルっていうサークルなんです。みんなでお客様をもてなそう。今日は買うのやめとこうって思っても楽しめるよ。なるほどね。まあ第1回からこのバッジを作りました。これは100円で売ってますけれども、うん、100円で当日使える100円券をお渡ししますので。ほうほう、はい、100円払って。100円の券を渡すので。はいはい、お店で100円使ってくださいっていう件ですね。じゃあこのバッジが実質タダで、はい、そうですそうです、手に入ると。でこのバッジは今後ずっとこう集めていってもらって、100円が200円割引になるよとか、あー、勲章みたいな感じで。そうです、これは持っててもらったら一番いいかなっていう。なるほど。くじもあります、うん、1000円お買い上げでくじ引きは全員できます。1回だけなんですけど、1回限りで1000円でくじ引きが当たると。で、さらに1万円以上お買い上げの方は、うん、漏れなく保冷バッグ。保冷バッグ、はい、これはもらえる。これは渡します。ええー、あとはお子様がいつも飽きててかわいそう、はいはい、お子様ゲーム入場券っていうのがあります。何がある。あ、輪投げ、釣り、カエルって書いてありますけど、はいはい、あ、もうにぎわってるよ。ゲームコーナーは魚釣りやおもちゃのレクリエーション、輪投げなど幅広い年代が楽しむことができ、頑張るとシールなどの景品ももらえる楽しいコーナーとなっていました。親子で来て思い出となるイベントになりそうですね。はい、ここなんかちょっとおしゃれな映えスポットみたいなとこありますけど、ね、別に何か買ってなくても、まあ大丈夫、写真撮影するだけでも、そう、こうやってこんな感じで、まあ、いいですね。いいですよ。いいですね。ここは何ですか。生態用のフォトスポットです。生態用のフォトスポット、いいねー。でしょ、可愛くないですか。めちゃくちゃいい。イベントの名前と、うん、何回目かね、書いてあって、うん、すごいいい。また違う ね、いいね。毛色の違うイベントが出てきましたね、うん、はい。レプタイルズサークル、はい、見て回ってきました。ありましたね。いかがでしたか。まあでもやっぱ楽しかったね。ね、ですね、うん。単純に楽しかった、確かに。で、これで第1回だからね。多分これでもっと改善されて、どん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 楽しくなるし、ほら、バッチもね、行くたんびにどんどん増えて、お得になるっていうことだったから。あと、リクガメのクリームすごかった。いや、うん。そういう、なんかメーカーがいるのも結構強みでした。そうです、はい。ということで、新しいイベントに来て、普通に楽しんでみたという動画でございました。モノモースだったはずだったよね。最初だけだったね。はい、また。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ゼロバルでした。